結婚当時のウィレム2世と、メアリー・ヘンリエッタ・スチュアート・アンソニー・バンダイクがウィレム2世は、オランダ総督、オラニエコー。オラニエコー、フレデリック・ヘンドリックとアマーリエ・フォン、ゾルムス・ブラウンフェルスの息子で、イングランド王・ウィリアム3世となった、ウィレム3世の父。1641年、14歳の時に、イングランド王・チャールズ1世の長女、メアリー・ヘンリエッタと結婚した。 1647年、父、フレデリック・ヘンドリックの死後、20歳で、オラニエ・コークライト、総督職を継承し、ベスト・ファーレン条約の成立により80年戦争を終結させた。ウィレム2世は、オラニエ・ナッサオ家の歴代諸公と同様に軍事に優れ、性格的にも軍人肌であったと言われる。関係から、英政策を取っていたが、1649年に、 新京都革命が勃発して、チャールズ一世が処刑され、イングランドに共和制が成立すると、スチュアート朝の大位回復のために奔走した。しかし、オランダ共和国で最有力の州である、コラント州が反対に回り、国内で、ウィレム二世支持派と反対派の間で対立が生じた。そのため、翌六百五十年、ウィレム二世は反対派の有力メンバーを抗禁し、 アムステルダムを包囲するなどして反対派を屈服させようとしたが、11月6日、ことが成就する前に24歳にして、天然痘で急死した。一人息子のウィレム3世が生まれたのはその8日後の11月14日のことだった。ウィレム2世の死によってハモラニエ派は勢力を挽回し、主要な州が総督を置かないことになり、無総督時代が始まった。また、 各州の主権が拡大されて、連邦議会の権限は弱められ、軍総司令官も置かれなくなって、オラニエナッサを受の影響力が大幅に削がれることとなった。ありがとうございます。